えっとですね以前あの動画作って YouTube のね仲のいい人たちとか登場人物させてうんと「魔界造士サガー」っていうゲームのモチーフにしてやつ作ってたんだけどちょっとすんごいめんどくさいっていうかめんどくさい。 すすんんごい労力使うんですよね、あの動画って、あのそういう編集ってね。今こうしてノ編集だから上げれてるけど、あれ本当に時間かかって伸びなくて、本当に忙しいもんで、そこまでできないけど多分って思っちゃうけど、やってみたい気持ちはあるもんでね。 ちょっと構想だけ今はちょっと喋ろうかなってね、それは言ったことなん,んかなと思ってねで。登場人物は言葉で言やっていかないと無理だなと思って、ね、映像でやろうとすると本当に大変なんでね、小説のようにじゃあちょっとね、やる感じになるけど、だから。 か今 YouTube で仲良くしてるのがその、ね、最近すごい絡んでくる来てくれるあの今日めいめいシャイボーイさん、まあ、僕は名前を変えて変えてそのシャウトさんだったんだけど。 シャウトっていう登場人物で、それキャラクターは、なんだろう、あの、やっぱりあの、ここあの、RPG で言うとあの、攻撃型みたいなさ、うん、ちょっと、なん、のかなそうだよな、ね。刺殺系で、とりあえず、アタック系で、で、戦士ティブ・マイ・ハートが、えっと、どういうキャラにしようかなと思ってて、 あと基本的に、あの、つなぎ、2番だ、バッターで言うと2番バッターみたいなね。まあ潤滑油みたいなね、そのチームのね、パーティーの2番バッ、ちょっとそっち系になってくるかなと、キャラの位置がね。で、僕、ニューエックスが、うんと、 ディフェンス系なんでね。サッカーで言うともう完全にセンターバックとかね。もう、あれ、魔法、白魔法だね。あの、ファイナルファンタジーで言うと。常にあの、ケアルとかね。後ろからどんどん使っていくんでね。そういう、そういうタイプのキャラ。さとりあえず3人かな。それで、そう。 これめんどくさいんだよ、本当これを動画でやろうとすると、本当にめんどくさくてね。言葉で今、ちょっと、も、うん、う、そう、構想まず大事だから、こう,こういうね。う作ってこうかなと思って、本当にめんどくさいからね。やりたいんだけどね、そういう動画を作りたいと思うけど、本当に、トリミングから始めないといかんからね、本当に。本当にめんどくさいもんでね、ちょっと動かすだけでもね、本当に。 言葉入れるとかね、本当にできないんでね、それ。し時間がないし、し、ある人じゃないと、本当に、本当に大変だからな。で、時代背景はやっぱり、やっぱり魔界闘し佐がっていうのが僕の中でやっぱり、あの雰囲気。ね。で、 北斗の剣。北斗の剣でか改造しさがすごい似てるんだよね。どっかね。殺伐としてるところがね。で、男塾の要素を混ぜたいと。やっぱチームワーク。男塾は、その北斗の剣とかでもさらにチームワークを、ね、男気。ね、あれはかなりその北斗の剣よりも、ちょっとなんか、ちょっと質が違うというかね。 自己犠牲か、うん。北斗の地も自己犠牲の表現いっぱいあるんだけど、うん、男塾のほうがなんか、うん、やっぱり、うん、まあ何と見て質がちょっと若干違うというかなんか、うん、やっぱり自己犠牲ねやっぱり蜘蛛の十座とかね シャチとか、結構レイ、レイもそうかな。なんか結構、基本的に多い,んだけ多いんだけど、そういうキャラ。男塾はキャラかぶるんだけど、やってる子とか、大体。でも、なんか、そうだよね。男塾もみんな同じようなキャラなんだけど、結局、いい人、なんていうか、そういうね、ちょっとずつ違うんだけど、うん、立ち位置的にこの3人、 僕と戦ンシもィムとシャウトさんは、ちょっとね、チームワークはないんじゃないかなってね。うん、その漫画、モチーフにするんだけど、結局チームワークが取れてないと。統制取れずにバラバラなんだよね。お、う、そ、ん、らくね、うん。で、僕が、誰が司令塔かな、司令塔、僕は発案した的な感じだから、だいたい。 こんなことやる、考える人いないからね。まあ、発案者、うん。で、戦士さんが、結局、つ、う、な、ん、いでって、結局、シャウトさんがいないと始まらないみたいなね。うんうん、実行犯、実行役ね、実行役、キャラ、実行キャラがいないと、この物語は進んでいかないかな、うん。 元気があるんだよね。誰が元気があるかって、シャートさんしかいないんだよね。元気があるの。この3人でね。あ本当に疲れちゃったよね。もう40代選手さんと僕は、シャートさんはもう40代なのかな。多分同じ同世代だと思うんだけど、疲れちゃってるんだよね。もう40代って。もう、頭にはあるんだけど、実際そういう、 動画を作ろうというね、本当に、うん、それはそれでいいんだよね。仕事があるから、嬉しいことなんだよね。それってある意味ね、作れないっていことは。それぐらい、うん、頑張ってるということだからね、逆に言うとね。うん、だから、それはそれでいいんだよ。うん、だけど、作りたいんだよ。それでも、その上で、うん だからちょっと今、喋ってるだけだけど、喋って、喋ることできる。喋ることはできるけど、またあの、作業をするのかというね、宿題をやる子供みたいなか状況になってるというか言われよ。宿題や、宿題をや,やれよみたいに言われじゅや、やる必要ないと思うんだけど、でもやらないと残っていかないそういうものはね。 本当に伸びなかったからさ、あんだけ時間使って、努力使って、使った動画が、アニメーションが本当に伸びなくて、もう心折れちゃったんだよね、ぼっちってね。うん。もう一回作ろうかなっていうね。うん。で、その3人のキャラで、